皆さんこんにちは、堀です。この映画はですね、ちょうど、去年そして今年にかけてアメリカそして日本国内のですね、原発事故後の世界というのを描いているんですけれども、やっぱり1年間僕は実は言うと日本を離れてアメリカに留学しに行っていたんですけれども、帰ってきてやはりこう社会の雰囲気というのはこうすっかりね、これはいいことでもあるんですけれども、日常を取り戻している。でも被災地域に行くとですね、全くその根本的な問題が解決されないまま、さらにこう奥の方へこう沈み込んでいってしまっているような現状も、あります。なので、私たちはですね、あれだけ大きな震災とそして事故を経験しました。やっぱりこうまだまだ伝えていかなければいけないこともたくさんありますし、まだまだみんなのですね、英知をこう結集させて問題を解決する、困っている人たちのために何かこう力を差し出していく、そういうことは続けないといけないと思うんですよね。で、アメリカのこのスリーマイル原発を訪ねた時にですね、その現地の方が、いや本当にもうすぐ忘れられてしまうよ、俺たちだって忘れられたんだ、君だって忘れられるんだよなんて言われて、そういうのをこう考えると、繰り返してはいけないと。でやはりこうやれることをもうやりきってから、でみんなでこれでもう大丈夫だねって言って、忘れていく、それぐらいのですね気持ちで取り組んでいった方がいいんじゃないかなと思っています。原発の、話を扱っているので原発に賛成か反対かということを皆さん、思われると思うんですけども、実を言うとこのテーマというのは普遍的なテーマでして、賛成反対の問題だけではなくて、自分がいかにこの社会問題に対してこう主体的に当事者意識を持って関わっていくのかと、いうことが問われているんだと思います。この映画はですね、さらに言いますと僕が撮影した映像と、一般の皆さんが自分たちのこういうスマートフォンを使ったりとか、コンパクトデジカメを使ったりとかして撮影した映像が全体の4割ぐらいを占めているんですね。で、僕らいつもメディアに関わっている人間と、そうではないメディアには普段は関わっていないけれども、これは撮っておきたい、これは伝えたいと思った人たちの思いというのを、その協業することによってですね、お互いの技術を補い合いながら、そしてより大きな発信にしていこうという、そういったことを目指した映画でもあります。ぜひぜひこれを機会にですね、人任せにするのではなくて、私だったら自分だったら何をするんだろうかということを、考えるきっかけに、なればと強く思っています。また次回も映画をこれからもですね、みんなの力を、結集させて作っていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。